3分の1、はい、今折った上に粉をつけます。はい、そこを塗って、はい、粉をつけてください。はい、粉をつけます。はい、もう一回上に折るんですが、輪のところ少し1センチほど開けておきます。はい、ここね、1センチだけ。はい、もう一回上、下から上に折ります。ここしてます。はい、粉をつけます。これね、輪同士重ねると分厚くなってきます。あの、輪は押さえませんのでね、ちょっとこっちは高くなってしまう。はい、では台の真ん中より上へ上げておいてください。下にね、まな板置きますのでね。はい、自分の前にあるこんなタオルで上へ上げておきます。はい、まな板がね、この粉で動きますのでね。はい、そうそうそう。はい。はい、上へ上げておいてくださいね。はい、そしてまな板を置くんですが、板の上でまな板が動くのでね、下にタオルを枕にします。はい、この長く縦にして、利き手の方、右利きの人は右か、左利きは左かね。はい、台の下からまな板引っ張り出してください。はい、少し端っこを乗せときます。大きいですよ、これが乗るようになってるので。はい、少し乗せておきます、タオルをね。はい、そばを乗せます。はい、はい、本庄出してください。はい、本庄出します。横に箱に入ってます。うわー、大きい本庄です。これ、はい、なおちゃん、そこの本庄、箱に入ってます。はい、本庄、はい、カバー取りますね、これ。はい、カバー取ります。はい、あそこ持ってきた、木の方持ってきた、木の方、ここの方、はい、カバーを取って、はい、真ん前まで、ここの一番前まで持つ、重たいからね、前まで、ここの一番前までしっかり持ってくださいね。で、そばは押し切りという、上からストンと切ったら、ちょっと前押します、トンと切ってね。そうすると切ったそばが離れます。時々全部つながってる人あるんですよ。トンと切って、ちょっと待って、一番大事なのはそばの太さ、2ミリ、この上の、ね、厚み、この細み、これがそばの厚みね。はい、今に決まりそうです。で、子供さん切るときは必ずこの小間板使ってください。手を切らないので、ね、はい、包丁持ってない方の手でこっちを切りますね。で、これで細くします。2ミリ、細く細く、ここ細くして、トンと切って、ちょっと前切れてます。はい、これ切れて、はい、またこれを少し、はい、ポンと、あんまりバーンとしたら危ないから、はい、はい、これをここをトンと下ろして、ちょっと、はい、切れてます。はい、大丈夫か。はい、もう借りて、はい、もうちょっと、こっち、もうちょっと、まっすぐにしてね、こっちの時、ここの音をね、ここ、ここ、ここの音、はい、トンと下ろして。